おはようございます。祝日だね。そして今日はお話し会です。キラキラ星も対象になってるので、キラキラ星は無料でミッションを達成したらゲットできるので、ぜひキラキラ星もください。何も気づかないの？逆に怖いんだけど。怖すぎる。どういうこと？逆になんで気づかない？みんな。え？え？眠たすぎて布団の中くるまってる。それはそう。寒いもんね。寒すぎるから。シャム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 。え、怖い怖い。え、みんな気づいてない？100キロ送ってありがとう。え、怖いんだけど逆に。え？え？見えてるよね、リオ。怖い。何も気づかないみんなが怖い。明日からさらに寒くなる？寒くなるの？いつもよりいい車になってる。死ぬ。なわけないじゃん。面白い。あ、まあいいや。気づかないもん。知らない。無理を拗ねちゃったから。知らない。で、今日はお話し会1時間目と2時間目ということで、どちらとも押し増しが可能なので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。15分だったら配信終わるので、はい、15分経ったら壇上を読みたいと思います。
目に少しだけ。ありがとう、嬉しい。でさ、座席にねヒーターを入れるんですよ。ヒーター入れれるんですけど、もうヒーター入れてる。寒い。かわいい前髪上げ、嬉しい。そう、今日はね、テーマが、今日は勤労感謝の日なので、勤労感謝の日ということで、みんなにね感謝を入れる、あ、感謝を入れるじゃない、感謝を伝えるのと、あと前にリオがコロナになった時の、なった時にできなかったテーマで、先輩いつも頑張ってることを教えて、先輩は全力応援みたいな。なので今日はみんなを応援します。リオちゃん美女優勝してる、可愛すぎる、イエー。確かに、初見さんありがとうございます。カメラリオで席フォローしてください。前髪は上げてます。ほら、ありがとう。いよいよリオツンとの初オンライン話か、よろしく。嬉しい、待ってろ。俺ピーマン。ギフトありがとう、みんな。気づいてくれた方ありがとう。気づいてほしかったこと、気づいてくれた人感謝。生え際は星な、え、生え際は星なの？死ぬ、生え際は星、死ぬコメントでさ、誰か書いてたけどさ、今日はね眉毛もちょっと違うんですよ。いつもね眉マスカラしないんですけど、今日はおでこ出しだから眉マスカラした。てかこういうお仕事とかで前髪上げるの初めて、やばい、緊張する。みんなにさ、おでこ拾って思われんかな、それだけが心配。恥ずかしい。おでこ隠していこうかな。おはようございますなんで出したんねんみたいになるけど、おはようございます。おでこ隠して、まあ朝配信見てる人はね普通に慣れてると思うんですけど、恥ずかしい。おでこ広く見えないかな、めっちゃ心配やった、歌唱力の録画したやつ見たけど、リオツン堂々としていたね、さすが。嬉しい、見てくれたの、嬉しい、褒めてくれて。美女優勝してる、やった。遠く感いときって髪型自由なん？自由でないよ。おろしだけで、だけだよ。おろしだけです。でも前髪上げは全然いい。
おでこかわいいよ、好き。やったー。慣れてますっていうか、いつもおでこ出てる。確かに朝はね、もう毎日出てるからね。美人感増し増し、おでこ出したら嬉しい。少し太眉も好き。そう、眉毛違う。そうだよ、前髪は全然自由だもん。気まずい。今コメントでさ、あのデコ指3本分なら平均で、4本だと広めないよね。まあ3本は普通にもう無理じゃん。リア5本なんだけど死ぬ。気まずい。やばくない？ 5 本だよ。え？ほら見て。だって4本でもさ、ほら、5本なんだけど、え？どういうこと？広すぎん、リア。やばくない？久しぶりに来れたけど、エカールズかわいい。嬉しい。え、パード何本？やってみて。3本が平均で4本が広め。リオは5本。7! パーナは7本らしいです。しんどい。しんどい、しんどい。やばすぎる。リオ超えてきた。やばいやばい。さすがパーナですね。さすがパーナ7本。やば。死ぬ。面白い。パーナ死ぬ。パーナ7本。だってパーナの指で7本ないよ。パーナの指太いけんさ、それで7本とか、やばい。リオのさ、細い指ならさ、多分10本ぐらいいくと思うよ。そう。死ぬ。面白。うん、面白いね。今日写真いっぱい撮ろう。振りだめしよう。今日はね、夜多分配信できると思う。この朝配信はね、あれなんですよ、あの出席確認をするためにしてるので、夜も多分できると思います。久しぶりの夜配信できそう。そう、デコ出しさ、お仕事じゃ初なんですよね。もう快挙です、快挙。レアです、本当にレア。もうしないかも。レア、本当にレアです。見納め。844だよ。どういうこと？844って何？え、何？844って。え、怖い。え、何？あ、そういうことね。あー、え、844っていうの、それ。すごい。8時44分だよってことだ。すごい。天才。公園でもおでこ出ししない感じですか？リオさ、公園でさ、おでこ出ししたとしてもさ、絶対なんかさ、やばいじゃん。汗でさ、もう、なくなっちゃうから。
今日2時間目一本勝負ありがとう。今日はリオ1時間目と2時間目でどちらともおしまし可能なのでぜひお待ちしてます。テーマは勤労感謝の日ということで皆さんに感謝を伝えるのと先輩応援ということで応援するのでぜひ来てくれたら嬉しいです。今日何時間目？1時間目の2時間目です。ぜひお待ちしてます。それでは壇上を読みたいと思います。あ、待って、出席確認するのと一番肝心な出席確認、今日来てくださる方コメント欄で書いてくれたら嬉しいです。結構ねツイッターとかでも X とかでも教えてくれてる方いるんですけど、ぜひ来てくるよ、行くよって方は何時間目に行くよとかも伝えてくれたら助かります。ちょっとみんなカキカキしててね、その間に壇上読みます。13位鈴鹿さんありがとうございます。12位キキジピア XY さんありがとうございます。11位日傘のたけさんありがとうございます。10位ラクラクさんありがとうございます。9位 KG603 さんありがとうございます。8位シャガラピーさんありがとうございます。7位小さな声のメロディーさんありがとうございます。6位ビリさんありがとうございます。5位満月ライダーさんありがとうございます。4位よしここくんさんありがとうございます。3位ゆずきちさんありがとうございます。2位サーマトリュウジさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 ルルルバーン、ケイセキさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、はいってありがとう。1時間目も2時間目ありがとう。話す内容考えたからそのテーマじゃなくてもいいかな。全然大丈夫ですよ、全然。というわけで2時間目だけど1時間目に変更するかも。本当？ OK、 1時間目いく、ありがとう。1時間目ありがとう。というわけで皆さん、レアなリオツのおでこだし、ぜひお話し会で見に来てください。よろしくお願いします。1時間目2時間目ありがとう。それでは今日も楽しみましょう。バイツーン。今日お話し会よろしくお願いします。おしまし券も使えるのでお待ちしてます。バイバーイ。